やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？こんにちは、みさきチャンネル、みさきです。最近動画のコメントだったり DM だったりたくさんいただくようになりました。ありがとうございます。で、その中でもこの間メンズクリアさんの動画を私出したんですけど、その動画を見て通ってますっていう DM が届いたんですね。読んでみます。みさきさん、はじめまして、まるまると申します。以前メンズクリアの動画を見て通うようになりました。自分的には通い始めて身なりに気を使うようになり自信もついてきたので、今回きっかけをくれたみさきさんにお礼を言いたくて DM しました。ありがとうございます。いつかみさきさんに脱毛してもらいたいなということで、今回私めっちゃ嬉しかったんで、この DM をいただいて、私の動画を見て通ってくれる人がいらっしゃって自信もついてきた、こんな嬉しいことないと思ったんで行きます。いつかみさきさんに脱毛してもらえたらいいなをいただいたので、今回は私が脱毛しに行きたいと思います。いつ行くのか聞いてみたところ、次12月13日の予定らしいんで、もうメンズクリアさんに電話しました。そしたら全面協力のもとドッキリ協力してくれるそうで、この方が13日何時にどの店舗に行くのかまで教えてもらうことができました。この視聴者さんも脱毛に通い始めて自信ついたとか、やっぱすごいいいことやと思うし、清潔感をやっぱ求めてるんやとも思うんですけど、清潔感ってやっぱ女の子も男の人も大事なところやと思うんですよ。私って清潔感あるかないかないじゃないですか。いや、あって言われないんですよね。だから清潔感は私もちょっと求めてる部分やし、男性も清潔感を求めておいてほしいところでもありますよね。で、清潔感ない？あるから。今年はじゃあ清潔感も目指そう。よし、じゃあ早速12月13日までレッツゴー。メンズクリアさんに到着しました。メンズクリアさん全面協力のもと、もう視聴者さんは中にいてるらしいので、早速私も中で準備していきます。今回視聴者様に使ってるドッキリは、スタッフさんと私が入れ替わってたドッキリです。宮迫さんもやってるみたいな、そんな手術をやってもらってる時にアイキャップをしてるので、そのアイキャップを外したら私やったっていうドッキリなんですけど、これさ、気づかれんかったらどうしたらいい？なんか普通にありがとうございましたって帰られたらどうしよう。ボスやな、そんなやつ。とりあえず私はまたそのスタッフさんの衣装に着替えて施術してるところに忍び込んでいきたいと思います。やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？着替え終わりました。どう？めっちゃ可愛くない？なんかここの制服ほんまに可愛い。似合ってますか？私もスタッフさんになったので視聴者さんをびっくりさせてきます。気づいてもらえるように頑張ろう。大丈夫ですか？
から60度、70度の温度をお肌に当てていきますので、先端マイナス4度まで冷えてますので、少し冷たくなっております。はい。ちょっと当てていきますね。お願いします。ここから失礼いたします。お痛み大丈夫ですか？あ、これは初めから全然大丈夫だったんで。はい。ありがとうございます。じゃあ、そのまま続けていきますね。はい。痛くないから通い続けてるって。あ、そうなんですね。はい、でもだいぶ慣れてらっしゃいますかね。そうですね。冷たさも大丈夫ですか。もう慣れてます。ありがとうございます。逆に気持ちいいです。あ、ありがとうございます。お痛みはさ大丈夫ですか。はい、大丈夫です。わかります。あ、ちょっとでも休憩中でいらしてるんですか。休憩中で来てるんですか。はい。ありがとうございます。次何時間の仕事ですか。もうすぐですか、まあ。すぐですけど、これもすぐ終わるって知ってるんで。そうですね。もう20分ほどでね、終わるんで。この前も違う店舗でやってもらって。はい、あ、そうなんですね、はい。その時も早かったですか。早かったです。よかったです。痛みとか全体的に大丈夫でした。全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。家帰ってからもしっかり保湿しといてくださいね。保湿ね、わかりました、はい、では今からお顔を冷やしていきますので、お顔冷却タオル出していきますね、はい、失礼いたします。今息苦しくないですか。はい、はい、今からジェル拭き取っていきますね、はい、失礼いたします。はい、もっと少し明るくなるので、はい、こんにちは、みさきチャンネルみさきです。はじめまして。あ、はじめまして。いつも DM ありがとうございます。今日ここに来るって聞いたんで会いに来ました。ありがとうございます。わかりました、すぐ私って。いや、先生全然わかんなくて、はい、ありがとうございます。気づいてくれるかずっと不安やったんですよ。ちょっとジェルとかでいたずらしてたん、わかりました。あ、でも確かにジェルの時なんか鼻できたんで。どうしよう、ドッキリ大成功。びっくりしました。はい。よかった。今回手術終わってどうでしたか。すっきりしました。よかったです。私もやってたんですけど、いけてましたか。ジェルをもうちょっと綺麗に塗ってます。通い始めてどんな感じなんですか。まあ、いろんな店舗行ったりするんですけど、ここも綺麗で清潔感があって、すごい綺麗ですよね。通いやすいです。あと女性スタッフさんも全員お綺麗で、お姉さんお綺麗、話しかけてくれて、すごく楽しい時間を過ごさせてもらってます。よかった。ジェル、美容液成分めっちゃ入ってるジェル、めっちゃ私も家に欲しい。自分でも使いたいぐらいでした。お客様も来た時よりかは肌のトーンもしっかり上がってもちもちしてますので、周りの人からもちょっと肌良くなったじゃんとか、もちもちなってるねとか言われるんで、ちょっと触ってもいいですか。いいんですか、逆に。触らせてもらいます。あ、わかる。もちもちしてます。いいな。やっぱりこうやって身だしなみに気をつけながら努力してる感じもいいと思います。すごい清潔感あると思います。今回調査さんは私の前回のメンズクリアさんの動画を見てキャンペーンをして通い始めてくださったんですけど、今回またこの動画でキャンペーンってなんかないですか。はい、あります。おひげのカウンセリングとパッチテストとお顔全体6カ所で通常2万5200円なんですけど、96%オフで980円でさせていただいております。また980円、はい、でいいんですか。はい、大丈夫です。皆さん、また980円でこの今やってた手術が受けれるそうなんで、全国全店舗先着30名でいいんですか。はい、先着30名
様、全店舗みさきチャンネル見てくださった方は980円で行けますんで、概要欄に予約できる URL を貼っておきますので、この動画を見終わったらそちらから早くご予約ください。30名って早いもの勝ちやと思うんで、ぜひお近くのメンズクリアを探して予約してください。